ボンボヤジュ、どうもかがです。今回ですけども、これかなり自信があるんだけど、新しい磁場コイルの使い方を発見してしまったので、皆さんに紹介していきたいなと思ってます。では行ってみようか。今回紹介する磁場コイルという部分がね、まあ電気鋼タイプで、今回テラスタイプで電気にしてるんですけど、こいつで照らす切る感じではないです。はい。で、みんなが使うのは、まあボルチェンからとか、まあラスターカーノン10万ボルトとかアナライズで使ってると思います。アナライズという特性が、まあ高校で言ったら威力が上がるっていう感じなんですけど、今回画家が使う磁場コイルは、厚い岩を持たしておりまして、日本バレを打っていきます。これ結構バレないんじゃないかなと思ってて、磁場コイルの方ってもう結構突撃直帰でほぼほぼ固定されてるようなもんなんですよね。なんで磁場コイルに対して挑発とか打ってくるパターンは 100% ないかなと今の環境ではすごい思っております。なのでこの日本バレは相当決まるかなと思ってる。で、今回努力値なんだけど H252、CU252、D4 で振っております。これが耐久値最大で、まあ S に加工補正入れながら特攻上げてる感じの冷静で採用しておりますと。で、今回ね、特性が頑丈っていう特性がありまして、これがね、満タンの時、一撃で倒されることないんですよ。つまり、行動保証。最初で出してしまえば、行動保証が必ずあって、まあ、ステロとかに巻かれると2番手とか絶対出しにくいかな。だ基本的に初手出していく流れが一番綺麗かなと思ってる。で、何がしたいかって言われたら、まあ、初手に関しては、まず2本バレ打って、ボルトチェンジ、もしくは徹底抗戦なので、後ろに下げて、効果力のあのポケモンで潰していくっていう形ができるんだよね。これなんでかって言ったら、S がかなり低いんで、後ろから打つことができるんですよ。なので次に出してきたポケモンに対してダメージが食らわずに、まあ HP 満タンで持っていけるかなっていう流れだと思ってます。で、これが結構強いなと思ったのが、この徹底抗戦、威力140で命中95の技なんだけど、これね、かなり効果力じゃん。まず冷静の時点で相当入っていく流れにはなってくると思うんだけど、これが強くて、まず初手で一回ダメージ食らうじゃん。で、もうちょっと食らいたいなとか、そういう場面があった時に、徹底抗戦は最大 HP の半分だけ消費して打つ技なので、自主退場ができていく流れになってくると思ってます。つまりボルトチェンジが入らないポケモンに対して徹底抗戦で自主退場して裏に変えていくっていう流れができる。さらに厚い岩持たしている日本バレの効果はかなり持続していくかなと思ってます。まあここのトライアタックは状態異常とか狙えるんですけど、まああんまり打たなくていいかな。この3つの技を基本的に回していく形になるんで、まあここに関しては自由枠、電磁波とかでもワンチャンいいのかなとは思いました。多分この説明聞くだけで相当強いなっていうのは伝わると思うんですけど、まああのポケモンに渡してしっかりと3立て狙えるっていうのを見せたいと思ってます。では行ってみようか。ボンボヤジュ、ガガガ、ついにメンバーシップ開設。チャンネル横のメンバーになるというボタンを押すことによって、チャンネル限定放送やチャンネルメンバー限定動画をご視聴いただけます。一緒に未来をつかめる人、ぜひとも入ってほしいんで、皆さん登録お願いします。さあさあ、ワサさん対戦よろしくお願いしますというところで、キラフロから来るんじゃないかなっていうのはすごい思うところなんですよ。まあ、第一の力、そこら辺はあるのかなと思ってますが、そうだね、ステルスロック巻かれるのちょっと微妙いのかなと、もう一瞬思うけど、叫ぶ尻尾で対面取っていけないかなって無理だね。まあ、ジバコから行きましょうか。ちょっと成功するか微妙いかもしれないと思われるね。海流入れとこうかな。安定の海流はありだな。これでいこうか。さあさあ、わさびさん対戦よろしく。まあ俺的に言えば今回かなり自信があるので、まあサーナイトから入ってこられるならかなりいいんではないでしょうか。まあでもね、スカーフなんだよね。感情トレースされるしな。これ多分スタッフだよね。でも相手打点そんなないんじゃないかなとも思ってんだけど、とりあえず徹底抗戦行くのはちょっと負け筋かな。日本バレから入りましょうか。ワンチャン帰ってくるかもね。打点ないと思うんだよな、言うてしまうと。鋼の、こいつに対してマジフレとか覚えたっけ。でも逆にそんくらいか。マジフレあるね。ここしっかりと耐えながら、特攻1段階ダウン、日本バレしてっていう流れができるんです。はい。で、相手がもう日本バレでこだわってしまっているので、まあここに関しては全然もうあとは徹底抗戦かボルトチェンジ、そこら辺を打って対象この、あ、オッケー。いや、これでもう十分なんよね。本当に十分やってくれた。あとは、頑丈持ちのこいつをどうやって倒すかみたいな雰囲気と風潮ぐらいですかね。ここは轟月変えて、で、あとワンチャン裏に引いてくる可能性はあります。これで一応古代活性が発動します。これで、S 上がりだね。S 上がり。こう、待って、攻撃上がりで作ってるのが 1.3 倍。1.3 倍の補正がかかっていくと。で、裏に受けれそうなポケモンはもはやいないかなと思ってるので、ここはテラバーストぶっ破してもいいんじゃないかなーっていう、思うけどね。どうしようかな。
あんまりまだ動かなくてもいい気がするんだよね。ここはそんなに動く必要はないのかもしんないな。トンボで一旦引きますか。引くか打つかの2択。さあないとね、でも打点ないと思うんだよな。言っちゃうけど、マジで。うん、これテラバス打つわ。行こうか。合点承知、才能解放、炎と炎が混じり合うとき、すべての竜たちは俺の元へたどり着き、ドラゴンライダーへと変化した。変えてきたのは魔物の物語、俺は勇者、すべてを投げ払う。行こうか。な、間違った。こう、踊ってる。行こう。さあ、ここはマジカルフレームしっかりと透かしながら、まあ、頑丈なんで、そこがちょっと微妙いかなと思うので、テラバースト一発ぶっぱしようか。うん。サーナイト対面は、ちょっと微妙いかもしれないですね、ワンチャン。うん。このトレースが、ちょっと鬱陶しい感じはしますけど、相手でもこれ引けないと思うんですよ。うん。テラバ連発するだけで、あとは勝てるかなっていう印象しかないかな。うん。聞いたところで、まあ、ミミッキュそこら辺かなと思っちゃうし、まあ、ここまで体力残しとけば、影打ちぐらいは一発耐えるでしょって話だよね。さあ、ここテラバーストでしっかりと触らないと落としていく。あとは裏次第かな。うん、裏次第かな。まあ、一回ね、これね、ステロとか巻いてきそうなやつがいなかったら、まあ、叫ぶ尻尾でステロ巻いて、地箱出してっていう流れが一番綺麗な形にはなるかなとは思ってます。うん。だけども、まあ、これだけでも結構火力は出てるんで、まあ、いけるでしょ。あとはタスキ要員がいるかいないかで変わってくるんじゃない？うん。ミミッキュがいるかないか、いないかとね。はいはいはい、ミミッキュいるね。ってことは、そうだね、ここはテラバ打ちます。とりあえず化けの皮外さないとどうしようもないんで、一旦外しながらかな。ジャレは今一つ、打点としたら、まあ、シャドクロ、ドレインパンチ、まあ、影打ち、ぐらいじゃないかなと思ってるけどね。さあ、ここテラバースト打っていく。ここで相手決めないと、だいぶ、きついんじゃないかなと思ってるけど。さあ、ここで化けの皮外れる。影ではないね。シャドクロかな。ドレパン？それは、お前舐めてるだろ。うん。え、こいつ舐めてるっすね。言っちゃ悪いけど。いや、お前一撃で落ちるぞ。いや、これ多分影打ち耐えるっすね。いや、これ絶対落ちるよね、みんな。舐めてるよな。殺すぞ。みんな、え？え？タスキ？はい？タスキミミッキュ？なんだこれ？さあ、影打ちこれ耐えないっすね、さすがに。ちょっとまずいな。まさかの展開だな。でも一応マルチスケールの海流は裏には残っているので、ここはもう海流に頼るしかないな。さあ、ここで海流オーバードーズ。でも結構いい戦いはしてるかなと、もうすでに。うん、ギミックがハマりつつあるね。ここは自信でしっかりと倒していきましょうか。新速はノーマルタイプなので、ここ打てないんで、あとは、マルチスケール込み込みで、勾配ですよね。いけると思うけどな。うん、オッケーオッケーオッケー。ここはしっかり耐えながら、自信打って、で、特殊技に頼ってくるポケモンがもし来たら、ラムの実今回持たしてるので、そこに対しての対応はいいかなと思ってます。ここで日差しが戻ってきます。8ターンね。8ターン長、ね、結構厚い岩でかなり長くはなります。で、あとドンカラスは、こいつ結構ね、攻撃力高いんだよね、言ってしまうと。もう流星撃つしかないな。一発耐えること信じよう。さあ、ここガクガク流星群高火力でぶっぱしていくんだけど、あとは相手がどう来るかだな。カウンターとかしてくる可能性もあるっけ？これないっけ？なんか変なことしてくるイメージですね、このピンクの鳥ちゃんは。うん、しっかりと焼き鳥にしてあげないといけないよね。さあ、辻斬り耐えるんちゃうこれ。ナイス。90も。さあ、ここ、流星打つ。いや、これ勝ったっしょ。いや、お前、なんでそんな、助けすんの？真相があるんで、両刀なんで。こういう時使いますね。はい、お疲れ。皆さんご一緒に、ボンボヤシ。結構良くないっすか？
うん、みんな結構いいでしょ。ちょ、2戦目行くわ。もうちょっと活躍できるかな。行こうか。さあさあ、ゆずきさん対戦よろしくお願いしますというところで、もうめちゃんこがテンション上がってきちゃったよね。まあ一応今回の最強のパートナー、とどろくつきを紹介すると、今回こだわり鉢巻きで作用してます。これが 1.5 倍で入っていきながら、まあ古代活性で 1.3 倍。そしてテラスがタイプ1じゃないので、まあ 1.5 倍かな。このテラバーストが日本バレカなんで 1.5 倍の補正がかかっていくっていう流れで使っているんですけど、まあ結構流れ的には悪くないかなと思ってます。で、これカバルドンから来ると思うので、自爆を出して、トドロク、そうだね、トドロクからの海流とか、そこら辺で結構盤面は作っていけるんではないでしょうか。悪くはないんじゃない？海流で、いけそうだけど、行ってみよう。さあさあ、ゆずきちゃん対戦よろしく。さあ、女の子には優しくしてあげようかなと思いますけど、まあ、ガガガそんな甘いプレイヤーではないので、フルボッコにします。さあ、ここ、自爆コイル。これワンチャン上、いや相手の方が遅いかもしれない。これこういう時ちょっと微妙ね。ちょ、一旦日本バレするけど、カバルドン引いてくる流れができてしまうと日本バレの意味があんまりないので、カバルドン対面はかなり厳しい。こいつはあの砂起こしがね鬱陶しいんですよ。天候がねいろいろ変わってしまうので、ステローから入ってくる相手でも結構水テラスを警戒しないといけない盤面だと思うんですよ。相手目線は、うん、自爆コイルなんで水テラバーストが結構主流なんで、まあ、こういう盤面では 100% バレないかなと思ってますけどね。自信を打ってくる感じならちょっとありがたいんだけど。さあ、自爆コイル日本バレ。さあ、これで日差し強くなりながら、あくびから入ってくるんだ。あくびから入ってくるんだ。うっとしいな。すげえうっとしいな。海流出したところでな、一旦海流出すか。うん、海流出してラムのみ持ってるから一発流星ぶっぱしちゃっても良さそうではあるよね。多分ステロかあくびの二択なんですよ、ここは。で、カバは海流に、ラムのみ持ってる海流に対してはあんまりいい動きできないので、さあ、自信は透かしていく。もう一回作り直そうか。うん。ここ流星打ちます。多分引いてこないです。さあ、流星ぶっぱからのお盆の実までの発動はいかないと。これ得意2段階ダウン。あくび、これは別に OK。で、ある程度削ってしまえば、徹底抗戦で落とせると思うので、ここは自信打って、お盆でも発動させるのがベストかな。むずいな。むずいな。一旦引いてもいいかな。引きましょうか。うん。さあ、ここで自爆コイル引いていく。で、こう上取ってるんで、最悪地震来たとしても、一発耐えながら徹底抗戦で対面できると思うんだけど、負けるか。どうしようか。すごい鬱陶しいな。ここはもう徹底抗戦打ちます。日本バレのターンが枯らされてる感がすごいあるっすね。さあ、徹底抗戦でお盆の実の発動までは持ってったかなと。あとは相手がどう来るかだな。ここでまたあくびされると、うわだるいなこいつ。で、ステロしてないだけでも結構嬉しいっちゃ嬉しいんだけどね。トドロクもう行っちゃってもいいかもしんないな。でも自信打たれるのきついな。どうしよう、すごい厳しいな。ちょ、一旦海流出すか。海流出して、まだ怠けるかな。ステルスロックってことは、ここは流星圏内は取れたかなと思ってないね。これ取れてないですね。怠けるしてくると思うので、ここはとりあえず自信ぶっぱしましょうか。うー、相手になんか鬱陶しいことされてんな。すげえ鬱陶しいことされてる。さあ、カバルドンアンコールされていますので、マステルスロックしかできないと。で、ここはもう流星打って落としましょうか。さあ、海流流星群で、ひねりのターンがかなりまずいんで、ちょっと難しい展開だな。2戦目
2戦目かなり難しい展開に持ってこられてる。さあここ鉄の包はそんなよ、言うてそんなに怖くはないと思ってる。でここはもう地震一発って神速っていう流れが綺麗かな。日本バレだけしときたいっすね、マジで。さあレッドビーム耐える。オッケーオッケー。さあラムの実で回復していきながら地震半分入る。ナイス。ここで神速打って退場だね。悪くないよ悪くないよ。ここまで暮らしとけばかなり有利よ。で日本バレぶち込まないと話にならないんですよね。あとはさあクイックターンから鉄の筒に戻っていく。これって相手が先に出すんだっけ。これ一緒のタイミングだっけ。あ、ナイスナイス。幅紙だったらマジフレか。マジフレがちょっとだるいのか。なるほどね。マジフレがだるめだな。地箱出して日本バレしないとどっちみちどうしようもないと思ってんだよね俺ここ。日本バレさえできればほぼ持っていけると思うんだけど。さあマジカルフレ持ってんな。ここ落ちる。フレーム持ってるのは見えた。オッケーオッケー。でも言うて、いけると思ってんだけど。さあ、トドロクつけ、オープンハットス。で、これ多分、包みより早いと思うんだけどな。あ、これ普通に包みより遅かったんで、ピンチです。すっごいピンチ。どうしようか。もうこれでも切るしかないな、ここ。え？それラッキーじゃね？それラッキーじゃねえか？勝ち筋来てる！行こうか。合点承知。才能かよ！炎と炎が混じり合うとき、すべてのエンマ魔王は俺を死刑にした。だってな、俺がやってきた罪の数々はギャングスターを超える最強の黒歴史。行こうか。炎テラスタルオープンです。さあ、テラバーストぶち込む。で、これで相手から目線。シャドーボールしか打点がないはずなんですよね。言ってしまうとマジであんま言いたくなかったけど、シャドーボールしか打点がないはずなんだよ。でこだれ鉢巻きでしょ。相手防御低いから特防は結構高いんだけど、幅紙割と低いんですよ。これもテラバースト連発よ。で炎テラスしてきたらちょっとだるめかな。さあ相手ここでテラス切ってくる。やだ、炎テラスはやだ。フェアリー？それ別によくね？だって、それよくない？こっち目線等倍でしょ？ムーコ？え？どういうこと？ムーコ今一つだぜ。速攻下がる？いや、関係ないでしょ。さあ、ここテラバーストぶち込む。落ちるよね？いや、余裕。皆さんご一緒にボンボヤシュ。では3戦目行こうかなと思って、2戦目ちょっとダメだったね。さあさあ、アスマさん対戦よろしくお願いしますというところで、そうだね、ラウドはさすがに落としきらんとは思ってるんだよね。まあ逆に言うなれば、まあこれは多分マスカーニャから来ると思うんで、いきなりぶちかましたろうかなとは思ってますけどねって感じですけど、そうだね、トドロク付きはいけそうだな。ラッキーは、あ、ラッキーって特防が高いんだった。ってことで、多分偉大な牙とラッキーを併用してくるんじゃないかなと思ってる。偉大な牙防御高いから、そこら辺の併用はあるんじゃないかなってのはすごい思ってるんで。まあ、そうだね。叫ぶ尻尾入れとった方が綺麗になるんじゃないかな。最悪アンコール入れてっていう流れができるから、そこで持っていけたらベストなんですが、また火力に任せようか。火力でいこう。さあさあ、アスマさん対戦よろしく。で、ちょっと画角ね、ミスりまして、もう何をミスったかって言ったらもうわかると思いますけど、叫ぶ尻尾、タスキーで持ってきてるんですよね。電気玉で持ってくるべきだったのに。
タスキで持ってきちゃってるんで、そこは本当に申し訳ないなと。やっちゃったかなって思ってるな、自分で。うん、そこがね、あの、負け筋になっていく可能性はワンチャンあります。はい。さあ、ここサーフ引っ込める。ってことは、直帰のボルチェーンを狙って、なるほどね。ボルチェーンなんてしねえよ。ボルチェーンなんてしねえよ、俺は。さあ、ここで偉大な牙、ブーストエンジン古代活性発動、素早さ高まり、でも素早さ高まりって一回しかできないので、と思われるけど、これワンチャン上抜かれた可能性が高い。まあ、こういう時ね、ちょっと微妙いのかなと思っちゃうよね。まあ、とりあえず、こっちからすると徹底抗戦で、ある程度食らわせて退場っすね。まあ、相手は高速スピン、もしくは、地震とか、そこらぶちかましか。ぶちかましとかかな。高速スピンが負け筋になるんではないでしょうか。地震、OK、OK。で、これ頑丈つけてるんで、こういう時ね、行動保証があるのはでかいかなと思ってる。これ頑丈で耐えながら、で、徹底抗戦で自主退場していきます。いいんじゃない?ここまでかなり流れいいよ。強くない?行こうか。トドロク付き、オーバードス。さあ、ガクガクの徹底抗戦がぶちかまっていく。サーブ出てくる。相手、テラ切らないといけない状況。まあ、炎テラ切られたら、炎テラは別にないと思うけどな。うん、これで 1.3 倍の、1.5、1.5、1.5。一個多いかも。で、とりあえず、ここ、テラバスいきます。で、もうあとは、こだわり鉢巻きの威力見せるだけでしょ。行こうか。合点承知、才能かよ。炎と炎が混じり合う時、ガクガクは卵から生まれた過去を思い出し、夜を吹ける。時計の針は止まらず、桜の花びらはチラチラ引く。分かってんだろ、俺は納豆ってこと。行こうか、炎を照らせる。おさあ、とどろく次、テラバースト、効果抜群で入っていきます。ここは間違いなく落とせる盤面かなと思ってる。オーケーナイス。皆さんご一緒に、ブンプやし。さあ、ここで HC サーフ号を倒したんではないかなと。まあ、H 振ってるんでしょ、この感じは。出し方的に。うん。まあ、あとは、どうにでもなりそうですけどね。もうガガガ止めること、ギャラはちょっと止めざる、止められないな。威嚇で下がる。激鱗の方がいいかもしれないな。滝のぼ。あ、でも、竜舞積まれるのが負けつじゃな気がするんだよね。俺的に。ここはもうテラバ打ちましょうか。さあ、ここで相手テロ切ってくる。ロッキー?ロッキー?ロッキー?これ、等倍取ってしまえば、ほぼ勝ちじゃないか。水か。これ負け筋だね。これちょっと負け筋な気がするな。さあ、ここテラバーストぶち込むんですが、相手の水技も一応等倍ではありますよ。なかなか入る。半分入れば上等じゃねえか。滝の棒、いや、これ等倍なんで、言うてだと思うんだけどね。入るでしょ。ナイス。いい耐え。さあ、ここでまたテラバースト。これ半分な、これラスじゃね。うん。テラバーストぶち込みます。で、あとは、タスキ型の、うん、叫ぶ尻尾でどうにかできるかなと思ってますけど。いや、火力出るな、結構。うん。さあ、相手滝登り。問題ね、問題ね。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。テンション上がってくるわ。こういうプレイングがマジでテンション上がる。やっぱ俺、ギミックが強えわ。さあ、ここでギャラドスに落とされるんですが、裏には助け叫ぶ尻尾がいると。あとはマジカルシャイノって終わりでしょ。さあさあ、行こうか、叫ぶ尻尾。オーバードス。ここで浮いてるのは、まあね、多分ね、走り幅跳びとかなんかしてるんじゃないかなと思ってますけど、これ S 高まりなんで、まあ上取れないでしょ。竜舞積んだとしても、上取れないと思うよ。うん。ここマジカルシャインでお疲れ。逃げるなよ。降参すんなよ。さあ、マジカルシャイン。皆さんご一緒に、ボンボヤシュ。さあさあ、皆さんこれ強さ分かってくれたんではないでしょうか。うん。4戦目いきます。さあさあ、ヒロさん対戦よろしくお願いしますというところで、そうだね。なんかあの、ヘビみたいなやつ、ちょっとよくわかんないんだけど、とりあえずチャレマスカーフかなっていうイメージかな。で、ドラバルトに対しては、結構上取れないんで、うん、だからね、古代活性 S 上がりでもワンチャンいいかなとは思う、本当に。まあ思うところもあるよね。うん、それは難しいところよ。さあ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 。ここはね、セグから持っていきたいなぁ。多分ガブから来るんで。ガブかチャレムの二択でしょう。ドラパから来ることないと思うんだけどなぁ。言ってしまうと。うん。ドラパから来ることあるよね、全然。全然あるわ。どうしようか。ラウドボーンの通りってさ、ガブが来たら結構厳しいか。
ってことで、まあ、安定高は自爆オイルっすね。いや、セグからいこうか。さあさあ、ヒロさん対戦よろしく。なんか最後のさ、ポケモン、3体目のポケモンで、なんか相性のいいポケモンがいたら、嬉しいなやっぱり。うん。さあ、ここは相手なんかもうこれもう、よくわかんない。こいつなんだっけ地面か。うん。嬉しそうだな。とりあえず、ツララから入っていいんじゃない。こいつなんか、テラ切ってくることなさそうっすね。テラはないでしょ。ツララ、抜群で入る。ナイス。砂吐き。汚いな。すごい汚い。これ5入ったら落ちるっすよ。3しか入んないですよね。さあ、ここは相手、ステロツロックじゃない。ヘビミヤミか。何、なんだこれ。なんかそんな怖くねえな。わからんこれ。なんかそんなに、そんな怖くねえなとか言って、3日後とかにさ、サダイジャめっちゃ強いって書いてたらどうする。サムネに。笑うよね。うん。こいつめっちゃやばいとか書いてたら。ねえ、相手なんかドラパとか後ろにいそうなんで、引き先ないと思うの、これ多分。ここ来るでしょうね。うん。で、ここで相手落とさせてもらいたいんですが、さあ、こういうプレイングが始まってしまうと、ブチギレ案件になりつつあるんですが、正直、つぶ手で落ちるかなと思うんだけど、つぶつららで安定ですね。さあ、相手ガンプ、まとめて入りますが、ここはしっかり耐えていく。さあ、素早さ1段階なので、素早さもともと低いんで、そこまで気にしてない。ちょっといいようにされたな、言ってしまうと。うん。いいようにされちゃったね。私の体は。汚く汚れてしまった。あの日の夜。さあ、サダイジャを倒しながら、砂嵐とグレーブ食らっていく。まあ、これ直近バレてると思うんで。もうあとはなんか積みポケモンが来たら地箱変えてっていう流れがベストなんじゃない。さあ、ガブリアスは激輪を打ってきてくれると嬉しい。ツララ打って、剣の前してきたらだるいぐらい。うん、ここはもう普通にツララかな。さあ、炎テラスかね。うん、炎テラかな。ここは言うた炎テラ多分一発耐えそうな気がするけどな。アイアンヘッドか。はいはいはい。ってことは、まあ割といいかなーって。だろうお前。あ、身代わり？なんだこいつマジで。え？砂隠れだ。これガブリアスのもう一個の特性で砂隠れってのがあるんですよ。それっすね。なんで、結構厳しいです、これ。対面取れないですね。いやー、ここ、身代わりだけでも破壊しとくべきだった。地箱出したら終わるな。ステルスロックあるし。トドロク突き出して、地震撃ってくると思わせて、ここ相手地震撃ってくるかな。激励撃ってきてくれてありがたいんだけどな。あ、激励耐えないな。アイアンヘッド打ってきて。もう欲望のままに。アイアンヘッドお願いします。ちょ、これ負けたかもしんない。行こうか。合点承知。才能解放。炎と炎が混じり合う時。ダークリア・バロン・ギネスは全ての闇を包み込み宇宙へと旅立った。宇宙船を破壊し、前沢は俺のしもべとなった物語。それが夢の始まりだった。行こうか。炎を照らすたる。オーガンス。さあ、とどろくつきテラバースト抜群で入りますが、って感じかな、ここは。これ当たっただけでもでかいね。うん。当たっただけでもまだあるんじゃないかなと思わせてくれる。アイアンヘッド打ってきてくれると勝ち確なんですが、自信はまずい。これ鬱陶しいな。めちゃんこ。めちゃんこうっとしいな。砂隠れガブリアス。久々見たわ、これ。さあ、こう、セルソック食らっていきながら、まあ、ボルトチェンジしかないね。うん。ボルトチェンジも、どうせ半分ぐらいしか入らないし、これ負け格だね。くれ！
はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。ちょっと新しいギミックとしてはかなり優秀じゃないかなと思ってます。で、とどろくつきに、今流行りだからね、ちょっと使ってみたけど、別にとどろくつきに変えなくても、まあ、いろんなポケモンで代用はできていくと思うんで、高火力のポケモンに変えるのがベストかなと思っております。まあ、結構強いんで、やる可能性もワンチャンあるかなと。うん。で、他にも対戦動画とかいろいろ上がってるんで、チャンネル登録の方忘れなく。では次の動画でお会いしましょう。バイチュー。